ダさん、ロレンさん、おはようございます。おはようございます、サルさん。なんだか元気がないようですが、どうかしましたか？すみません。実は昨日から一睡もしていなくて。レナードさんからお預かりしていた文献の解読があと少しで終わりそうだったので、一晩で一気に終わらせました。これで他の精霊たちを精霊石から召喚する方法が分かりましたので、そのことをレナードさんにお知らせに来たいです。詳しいことは陛下も交えてお話しさせていただきますので、今から王城にお越しいただいてもよろしいですか？レナードさんとノルンさんをお連れしました。うむ、ご苦労じゃったな、サラ。これが終わったらゆっくり休むがよい。はい、そうさせていただけます。それではご説明させていただきますね。先ほどお伝えした通り、レナードさんからお預かりしていたこちらの本、精霊召喚の秘術に関する文献の解読が完了しました。これにより、レナードさんのお持ちの残り3つの精霊石から精霊を召喚することができるはずです。ただ、一つだけ気になったことがありまして、黒の精霊エリスの召喚法もこの本には記されていたのですが、レナードさんはエリスの精霊石をお持ちではありませんでしたよね。エリスは500年前に魔物との戦いで命を落としました。ですからエリスの精霊石が不要になったため、レナードさんに受け継がれることがなかったのでしょう。昔の話ですし、気にしないでください。それより他の精霊たちを召喚する方法について教えてください。光に反応する物質だからです。他の精霊石についても何らかの対象に反応するとのことでして、例えばこの緑色の精霊石の場合ですと、大地に対し反応を示すようです。ですので、レナードさんがこの精霊石を地面に埋めて、ノレンさんの時と同じように呪文を延焼すれば封印が解けるはずです。メリッサが封印されている精霊石ですね。レナードさん、早速試してみましょう。わらは外出に同行したいところじゃが、この前の鍛冶屋の一件で家臣の者たちから大目玉を食らってしまっての。無断で町に出た上にドアを蹴破ったりしたんですから、自業自得ですよ。私まで一緒に怒られちゃいましたし。そういうわけで、わらわは留守番じゃ。サラ、帰りにエロ本でも買ってきてくれ。買いません。はい、おそらくそれで大丈夫だと思います。あとは以前のようにレナードさんが精霊に対し呼びかければよいはずです。メリッサ、お久しぶりです。お姉ちゃん、私たち精霊石の中で500年も眠っていたみたいですよ。500年、そっか。メリッサ、そんなに眠ってたんだね。そしてこちらのレナードさんが私たちの新しいマスターです。そうなんだ、よろしくねお兄ちゃん。大丈夫ですよレナードさん。こう見えてもメリッサは回復魔法の使い手です。それだけじゃないよ、メリッサはベストちゃんと同じぐらい力持ちなんだから。ってあれ、そういえばベストちゃんはおさるかちゃんも。その2人はこれからレナードさんが召喚するところですよ。その精霊石はベストちゃんのだね。その精霊石は熱に反応するようです。はい、なんでも鉄を溶かす部分高温に対してのみ反応を示すようなのです。鉄を溶かすほどの熱なんてそう簡単に見つかるでしょうか。そうですね。どうしました？なるほど、鍛冶屋の炉でしたら鉄を溶かすほどの熱量はありますね。サラさん、寝不足は大丈夫ですか？はい、夜になるまで仮眠を取りましたのでもう大丈夫です。私は499年と165日、8時間42分、精霊石の中で眠っていたはず。わあ、さすがはルサルカだね。お兄ちゃん、ルサルカちゃんっていろんな本をたくさん読んでて、すっごく頭がいいんだよ。それに、補助魔法の使い手ですしね。あなたが、私のマスター。そよろしく私たちを呼び出したということは、精霊の力が必要となる何かが起こったことが予想される。その説明をしてほしい。500年の時間が経てば戦いの準備を整えるには十分すぎる。だけどまだ魔物がこっちに来てないのは不幸中の幸いだね。もちろんだよ。魔物は人間だけでなく僕たち精霊の宿敵でもあるからね。言われるまでもなく協力は惜しまない。みんなで力を合わせて頑張ろうね。私も3人がいれば心強いです。みんなでレナードさんのために戦いましょう。お役に立てたのなら何よりです。それじゃもう夜も遅いですし、そろそろ帰りましょうか。あ、おはようお兄ちゃん。レナードおはよう。もうみんな揃ってるよ。準備はできてるからいつでも出発できる。今日からはこの5人で探索を進めていくことになりますから、今までよりも楽になりそうですね。剣の扱いは僕に任せてよ。あまり体を動かすのは得意じゃないけど最善は尽くす。メリーサも頑張るよ。界の建設であった指揮官の名、指揮を執るのはマスターだ。